どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介する VR ゲームはメタクエストストア PSVR2 Steam で販売中のロボットに乗って虫型エイリアンと戦うローグライク VR シューティングゲームビッグショットの紹介です。ストーリーとしては異次元から侵略してくる昆虫型生命体と戦うべく、新人パイロットとしてロボットに乗り込み、バグと呼ばれるエイリアンどもを駆逐する内容です。移動や攻撃は左右にある操縦桿をつかむことで行います。常にコックピット視点となりますので視界はかなり悪いです。敵の位置はレーダーで把握しましょう。またカーソルの押し込みを行うことでダッシュ、椅子前にあるレバーを引くことでジャンプができます。ジャンプはレバーを引くことになるので操縦桿を離す必要があるなどコツがいります。ロボットはセカンダリ、プライマリの2種類の武器を選べます。要所要所で切り替えて戦っていきましょう。敵を全滅させると1ウェーブごとに武器を強化できるアップグレードが3つのうちどれか1つを選べます。アップグレードによっては武器の性質そのものが切り替わるものもあります。とはいえそこはローグライク、戦闘不能になれば即終了で最初からやり直しとなります。またステージごとに最終ウェーブではボスが出現します。どれも強敵で一筋縄ではいきません。ミッションの成否に関わらずロビーへと戻ればクレジットを獲得しロボを強化できます。ランクが上がれば購入できるアップグレードや武器も増えます。購入してどんどん強くしましょう。敵を倒してキャニスターを貯めればアルティメットを使用できます。ここぞという時に使いましょう。後半のステージほど敵も強くなります。適切な行動をとりクイーン目指して突き進みましょう。その他にもロボの外見が変更可能だったり、最大2人でマルチができたりします。そんな感じでロボを操作してエイリアンと戦うビッグショットは現在販売中です。ロボを操作したい方は、ぜひとも購入して遊んでみてくださいね。